しなく走ってたどり着いて光った憧れに混じって願いは隠れたままつけてきた傷跡だってアクセサリー好きな人と好きな場所ゴールなんていらないでしょ。第一に思ったのが乗ってみていいのかなみたいな、いつか乗れるかなっていうワクワクが正直はたくさんあったのですごく嬉しかったです。で、音楽も今回作らせていただいたんですけど、お話いただいてからずっとフォルクスワーゲンの曲ばっかり作ってて、ずっと車のことを見て歌詞をイメージしたりしてたので、本当今回やっと会えた T クロスちゃんみたいな気持ちにちょっとなってしまいました。めっちゃ可愛い、あのちっちゃい三角のライト、デイタイムランニングライト、かっこいい名前の割に可愛い形してて好きですね。あれ車のお顔っていうのもちょっとこう笑ってるように見えるしポップになるんで、このカラーとの相性もいいなと思ってずっと眺めちゃいました。今日可愛いです。ちょっとあの助手席乗せていただいた時に割とあ小回り効くんだろうなこの車とか、曲がり角とかもキュッて曲がってるのを目の当たりにしたので、あもしかしたらこれだったら自分も運転できるかもって。私のお母さんがずっと黄色い車に乗ってて、全部送る向かい黄色の車で来てくれてたんですけど、すぐ見つけられるんですよ黄色の車って。ママだ、なんかそれを今日少し思い出しちゃって、 あと洋蔵のこの首輪も今日このグレープイエローと揃えて黄色にしてきたんです。洋蔵が黄色好きなんですよ。これもめっちゃ気に入ってると思う。想像以上に広いです。コンパクトな見た目でとても可愛らしいので、しかもその背中が痛くならない感じがしたんで、これはギャップ萌えと言いますかときめいてしまいました。サポートバンドのメンバーとかが車にいっぱい機材、アンプ、ギターとかベースとかいっぱい載せてるんですけど、本当にみんなパンパンなんです。だけど今日 T クラスのあそこ開けた見た時に、これならアンプもギターも入るわと思って、なんだかこうそういうとこでも親近感と魅力的がドワッと一気に来たので、不思議な車ですね。すごいコンパクトなのに座席も広いし荷物も入るしっていう、不思議な魅力あります。八景島のシーパラダイスに友達とみんなで車で行ったんですけど、車ならではの音楽の聴き方があったりとか、その旅路での出来事は明確に覚えてるというか、いつでも思い出せる宝物の記憶が増えていくんで、車での思い出っていうのはとても大切です。生きがいと言いますか、本当に心の支えっていうか、帰ってくる場所自分にもあるんだなって思わせてくれるのが洋蔵なので、洋蔵の居場所にもなり続けたいなって思います。自分の今周りにいてくれるチームっていうのがすごく素敵なんです。今まで交わってきた人たちを幸せにするためにも自分のためにもより一層やっぱり歌を頑張りたいです。 T クロスは交わるとか交差するっていう意味が入っているっていうのを打ち合わせで聞かせていただいてから、これをテーマに言葉を綴ろうって書き始めたんです。だからやっぱり自分が走っていく中で出会う人、ここで交わって一緒に走っていこうよみたいな、置いていかないよみたいな、そういう少し背中を押せるような、かと思えば押してもらってるような気もするんですけど、一緒に行こう、交わっていこうよみたいな、よかったらフル尺でぜひ歌詞も楽しんでいただけたらいいなと思ってます。どうも、改めましてエナジーノです。フォルクスワーゲンの
テイクロスに今日初めて乗せていただいたんですけど、めちゃめちゃ乗り心地よくて、そして可愛かったのでテンションも上がると思います。よかったら CM と楽曲も一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。嬉しい、イエーイ。 Volkswagen